はい、今ここに並べていただいているのが全部 MTO のサンプルということで、はい、であれですかね、 MTO ってことは革も、まあ、いろんな選択肢の中から選べるみたいなことですよね。はい、でちなみにこれは結構赤が綺麗なバーガンディが綺麗な革ですけど、はい、イルチアのボックスカーフですね。ボックス、イルチアなんですね。あの名前出てこない、ブラインドグローブ、うんうん、そうですね、ブラインドグローブです、はい、内羽のものですね、はい。あのブリフトアッシュの、はい、今もう辞められたあの山岸さんって方がいて、はいはい、まあ、その方にブラインドブログ作ってほしいっていうところからスタートしてデザインしたやつですね。めちゃめちゃ素敵ですね、うん、はあ。これはストレートチップ、はい、内バネのっていう感じですね。もうデザインとか、全部ご自身でそうですね、もちろんやられてるわけですもんね。はい、そうです、はい、はい、雰囲気のあるところですけど、ユタカーフ、はい、素敵ですね、めちゃめちゃ素敵。結構軽やかに履けそうですよね。うん、確かに確かに、そうですね。どういうお客さんが普段、はい、多くいらっしゃいますか？なんかどういうオーダーが多いですか？そうですね、はい、やっぱうちはあの靴好きというよりかはそんなにこう靴が好きじゃない、うん、好きじゃないというとあれなんですけど、まあ今までこうオーダーとかされてこなかった方の方が多いので、はい、うん、多いですね。例えばこの、うん、今テイラーさんで普段あれですね、はい、接客されてるってさっきおっしゃってましたけど、はい、そこに来たお客さんが、まあ、あの靴も置いてあるから作ってみようかなみたいな流れでお客さん、あ、そうです、そういう方たちは割と靴に対する造形がある方なんですけど、はい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 、僕の直のお客さんは、うん、まあ、と言葉を選ばずに言うと、はい、まあ、これまで、靴に20万とか30万とか使ったことはないけど、うんうんうん、20万30万は全然出せるっていう人たちが多くて、はいはいはい、なのでその靴はどういうものか、本格靴はどういうものかっていうのはあんま分かんない状態でオーダーしてもらえることが多い、ね、うん、あ、そうなんですね。どういうきっかけであれなんですかね、そういう、紹介が一番多い。そうなんですか、はい、例えばそのそういう方、お客さんがいて、はい、その方の紹介で、あ、こういう靴屋さんあるよ、そうです小林さんを紹介されるみたいな、はい、へえ、うん、すごいいいことですね、それは。そうですね、なんか他の靴屋さんでもしかしたらあんまりないパターンのオーダーのいただき方かなと思うんですけど。なるほどなるほど、うん、そっか、もう結構だって長いこと やられてます、まあ、そうですね、10年目に入るところですかね。今おいくついらっしゃいますか？今年30になります。あ、若い、そうなんですか、はい、そっかそっか。女性のお客さんも結構いらっしゃるので、いいですね。そうなんですよ、1割か 1.5 割くらいは女性のお客様がかなって感じなんですけど、はい、男性で MTO っていうともう8割方あのレジマになるパターンが多いですね。あ、そうなんですね、うん、例えばこういったレジマですね、ここにあのエラスティックの素材がついてる、はい、まあ、脱ぎ履きが、ね、楽 で、はい、靴ひも結ばなくていいよみたいな、うん、のが特徴の靴ですけれども、うん、なんか なんでなんだろうと思います。まあ一個は、はい、シンプルに靴紐を脱ぎ履き、靴紐を解いたり結んだりが面倒くさい人が多い。はい、まあこうキュッと縛るってことにこう快感を覚えるわけではなくて、単にこう靴をオーダーしたいっていう人がのパターンと、はい、あとはうちのお客さんの保険の営業マンの方も結構いらっしゃるんですけど、まあ、そういう方たちこう。どこかご自宅に上がったりとか、うん、さっとお客さん待たせずに脱ぎ履きしたいっていうニーズに応えられるのがレジマンだったりするっていう。そうですね、うん、確かにその職業柄っていうとか多分必ずありますよね。そうですね、うん、あとまあ日本の文化というか。そうですね、そっかそっか、なるほど。で、MTO って、はい、木型はもともとあるもの。そうです。で例えば乗せ工とか幅張りとかもしてくださる。はい、でもまあビスポークはその人の足をちゃんと測って。そうですね、っていうことですね。ゼロ1でやります。そっか、まあでもね、よっぽど特殊なケースでなければある程度 MTO に、ね、対応、サイズが特別大きい小さいとかじゃない場合は MTO で対応できることがほとんどかなと思います。なるほど、うん、まあ、そういう方にこうレジマもご提案される場合が多い。多いですね。黒のスウェードのレジマ、これ渋いな、うん、やっぱその脱ぎ履きしやすさと、はい、スウェードの柔らかい素材っていうのが割と結構こう相性が良くて、はあ、脱ぎ履きもしやすいし柔らかいっていうのは結構好まれますね。納得です、うん、確かにあのスウェードの
こういうフルブログのレジーマンって初めて見たかもしれない。めちゃめちゃ素敵ですね。ありがとうございます。でそのお客さんは割と、はい、なんていうかな、まあ、あまり、ね、靴に対してすごくこう知識とか経験があるわけじゃないけれども、うん、はい、まあ、そこにこう合わせていかなきゃいけないですよ ね、 そ う、 すね、はい、そうなると多分キュッと締めるのが好きじゃない方もきっといらっしゃるわけで、はいはいはい、そのあたりって結構なんか大変だったりするんですか、難しかったりするんですか。うん、そうですね。でもなんかこう靴好きじゃない方が気になるポイントとかがだんだんこう分かってきて、はい、そっか、靴好きの人たちともしかして違うかもしれない。そうなんですよね。 なのでそこを抑えてあげれば、はい、あのそんなに難しくないというか。あ、そうですか。はい、なんか逆になんか最近は外バネ の、 あの靴よりもレジーマンとかの方がフィッティングが楽なような気はします。あの木型作ってる時とかも含めて。あ、そうなんですね。はい、なんか外バネ の、 あのこのハット目っていうかそのなんて羽の開き具合を、うんうん、あの上から下まで均一にするっていう方がよっぽど難しかったりするなっていう気はしますね。そうなんですか。そうなんだ、うん、ちょっと僕そこピンとこないとこなんですけど、うんうんうん、なるほどね。なんかどうしてもね紐靴の方がこう足固定できるようなイメージが、はい、まあ、個人的にあるんですけど、うんうん、それ固定は確かにできるんですね。固定はできるけど そこを求めてないんです。そう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 、そうか、そもそもそうなんだ。そうそうそう、快適に履けて、はい、脱ぎ履きも楽で、はい、っていうともうレイジマンで十分なんですね。そうですね、その人たちは。そうです、そうです。いや、なるほど、はい。かつ僕はこうそういう靴、今まで靴好きじゃなかった人たちに靴を好きになってもらうっていう使命も同時にあると思っていて、なのでその面倒くさいとか、うん、あまりフィッティングがとても良かったとしても面倒、うん、くさいのはやっぱり敬遠されてしまうので、そうですね、はい、そこは避けるようにしてます、ね、なるほど。いや、うん、そこ大事なとこですね。とはいえこの外バネはめちゃめちゃ素敵ですよね。ありがとうございます。これは素敵、ビブラムのコマンドソールみたいなのがついてて、うん、なんかこう都会的でもありちょっとこう野生味もあるみたいな感じをいいバランスでできないかなと思って作った靴。いや、いいバランス、すごい。これ革なんですか。革は、アリゾナっていう革なんですけど、アノネじゃなくて。あ、違います。なんか名前ちょっと忘れちゃったんですけど、イタリアの。あ、そうなんですね、はい、失礼しました。あ、これは素敵。あのココンさんが、はい、アリゾナの革をよく使う、推してるんですよ。で、その影響で、まあ、僕、コカさんとお仕事もさせてもらってるので、はい、その影響でこの革を使うようになって。あ、そうですか、はい、ココンさんの、そっか、靴を一部作られてるみたいな感じでしたよね。そうですね、ココンさんで、KOK1 っていう名前のラストがあって、はい、それを僕が開発したんですけど。ラストからされたんですか。そうです、そうです。1年ぐらいかけて毎月サンプルを個々のミーティングに持って行ってブラッシュアップしていくっていう作業を1年ぐらいして。金沢まで。あ、東京でココンさん毎月来てくださるんですよ。あ、そうなんですか。そうで、ココンの靴を作ってる東京の職人さんたちが浅草に集まってミーティングするって月1でやるんですけど、はい、すごい。そうそう、はいはい、でそこで持っていかせてもらって開発してっていう木型があって、はい、そのオーダーが入ったら、まあ、僕が作るっていう感じ。ね、そうなんですね、はい、そっかそっか。じゃあ、ここに来れば、まあ、一応そのココンさんのその木型の靴もオーダーできるということですね。ココンさんの靴は金沢限定です。あ、そうなんですか、失礼しました。なるほど、はい、ちょっとその辺が複雑なわけですね。そうそう、外バネつながりでいくとこういった外バネもありますね。これも、まあ、外ハトメになってて片押しで、はいはい、かっこいいですね。多分僕そのバチバチにドレッシーっていうよりかは、はい、ちょっとこう長野出身のせいなのか、なんかこう山にも行けるみたいなのが好きなのような気はしますね。そういう説明が聞きたかったです。そうなんですか。あ、確かにこれとかもね、うん、あのもちろんすごくあの綺麗な木型のシルエットで、うん、バランスもなんかね、なんかなんだろうな、ちょっとプリントだから前目なのかな、うん、履き口もちょっと広めで。そうですね、あのただこうしっかりゴツめのソール、ゴツめのソールがこれかっこいいっすね。あの全然街中でも履けそうだし、うん、まあ、もしかしたら山にも履いていけるかもしれないし、ね、っていう。あのその靴は、はい、ブリフタッシュの新田さんと一緒に作った。そうなんですか。
デザインが書いてくれて、僕がそれを木型に乗せてっていうの。あ、ここ結構角張ってるんですね。そうなんですよ。そう。こういう、この結構角が出るデザインってあんまり見ないですけど、あ、ね、ここ切り返しとかこう内側に入ったりするんだ。複雑だな。そうなんですよ、意外と。すごいですね。これバランスめっちゃ素敵だな。ありがとうございます。これですね。ちょっとこれ今皮はね、今ないってさっき伺ってますけど、面白いですね。こういうこうゴリゴリの皮をすごく綺麗なデザインに乗せるっていう。これバイソンとおっしゃってましたよ。はい、バイソンです、ね。なんか見た目に反してすごい柔らかいですよね。本当だ、今気づきました。いやー、これすごい素敵。まあね、もちろんドレッシーな、はい、いや、こういった靴も、もちろん綺麗ですけど、それはそれで。そうじゃないところもやっぱ結構個人的な好みっていう感じなんですかね。うん、そうですね、はい、僕はそうな気がします。あ、これはでもオーソドックスなローファーって感じですね。あ、これはなんだ、どうなってるんだ。この甲の部分、下に入ってるんですね。縫い目が外側にあるんだ。そうです。それもあれですね、新田さんと一緒に作ったやつ。あ、そうなんですか。結構 MTO のサンプルの中ではそういうのが多いかもしれないですね。へえ、そっか、ブリフトアッシュさんで、ね、ちょいちょいオーダー会されてますね。最近ちょっとやれてないんですけど、はい、あの、や、そうですね、一緒にコラボしたモデルもいっぱいあります。そういうの面白いな、うん。ダイナイトの、あ、ロジャーソール、うん、はい、ハンバリの仕様か、はい、綺麗ですね。結構その羽とかかとのパーツが落ちる場所が一つに集合してるんですよ。本当だ。推しポイントです。ここで落ちて、このヒールカップみたいなところ、そうそうそう、ここもここで落ちてるっていう、はい、重なってるんですよね。本当だ。そっか、僕前あの、ね、ブログでちょっとあの取材をさせていただいたときに、はい、もちろん靴拝見してるんですけど、うん、やっぱその写真では気づかなかったところとか、そうなんですよね、やっぱ 3D で見ると全然違いますね、うん。これは なんていうローファーなんですか、ね、これはなんですかね、なんかスリッポンってただ呼んでるだけなんですけど、はい、割と王道めなデザインかなと思いますけど、ね、これいいですね。このこれパイピング、そうですね、パイピング、あの布というか、はい、グログっていうテープなんですけど。あ、そうなんですね、はい。はい、綺麗だな。これジューブで作ってます。あ、フルハンドで。あ、そうなんですか。はあ、そこもね、しっかり作り込まれてますけど、なんかこういう甲に1枚乗った、あ、これもあれだ、ここの際のパイピングのところが、そうですね、それはサテンで作ってます。サテンか。はあ、いや、めちゃめちゃ素敵。なんだろうな、この小林さんの靴のこうなんバランス、はい、なんかめちゃめちゃ刺さるんですよ、個人的に。ありがとうございます。いや、ほんあのこちらこそです。あの本当になんだろう な、どういうこうデザインバランスでこう普段考えられてるとか、なんかそういうのって言葉にできたりするもんなんですか。結構感性が多いんですけど、うん、2個あって、はいはいはい、結構女性的なラインだねって言われることが結構多いんですよ。うん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 、だからなので、あの自然とそれをなんか意識するようにはなっている気がするのと、はい、するっていうので、なんかこう太くてしっかりした線を描くっていうよりかは、はい、デザイン線の段階からこうスーッと細い線を描いて、はい、それをできる限り本番の靴になるようにしていくっていう作業をしてるかなっていうのと、はいはい、あとはあの、まあ、僕ちょっとあんまりこう胸を張って言えることじゃないんですけど、はい、こう学校を、まあ、卒業というか、うん、あのまあ、最後まで勉強したんですけど、はい、最後出て、うん、その後すぐ独立してしまったので、はいはい、まあ、いわゆる修行をしてないんですよね。あ、例えばどこかの工房でこう下積みみたいなことはしてなかった。ないんですよ。それはそれですごいですね。なので、はい、あのこう基礎みたいなのがもしかしたら、はい、ないというか、はい、うん、あのそれこそ個々のミーティングでたくさん靴を作って持っていって、うん、このデザイン線変だっていうふうに言われて直していくみたいな過程で得た自分の線だから、はい、
いわゆる王道的なバランスと少しずれてるのかもしれないですね。いやそうなのかな、うん、でも僕はむしろそこがすごい素敵だなと思って、うん、ありがとうございます。なんかなんだろう、やっぱりこのビスポークとか特にそうですし、はい、まあ、これ MT ももちろんそうなんですけど、うん、その職人さんの個性みたいなのが出ているとより面白いなっていう思うんですよね。靴好きな人じゃないとなかなか気づけないようなところだったりも、はい、すごくマニアックな視点だったりもするのかもしれないですけど、うんうんうん、そういうところをこうなんか深掘りしていくのが個人的にはこの仕事の醍醐味だと思う。いやでも嬉しい、それこそ僕その靴好きじゃない人を普段相手にしているので、うん、そういうところにやっぱ当然気づいてもらえないんですよね。なかなかそうですよね。そこはね、まあ、嬉しいだからそこじゃないところでちゃんと価値を提供されてるんだと思うの で、ね、それはそれ素晴らしいことだと思うんですけど、はい、ありがとうございます。そういうことか。なんか例えばこの靴も、はい、さっき女性的なっていう表現をね、うん、されてた通り、はい、なんかこうすごくどこか滑らかで、うん、繊細でみたいな印象を受けるので、うんうん、多分そのラインだけじゃなくてすいた面とか、そうですね、いろんなところにそれを感じるので、まあ、その女性的っていう言葉がなんとなくすごく今しっくりきてますけど、うんうん、好きです。バランス、うんですね、すごい素敵。まあ、今そこまでお話したんでせっかくだから言うんですけど、はい、まあ、これをまあアッパ作ってくださってるのは僕じゃなくて、はい、まあ、女性の方が作っているんですよね。そっか。でそれはもう昔からそうなんですけど、はい、それはもしかしたらやっぱ影響してるかなとはやっぱ思いますね。面白い。なるほどね、うん、なんかステッチの感覚とかも、はい、感覚っていうかあの雰囲気とかも、うん、なんかやっぱり女性が踏むのと男性がミシン踏むのってやっぱ変わるから、うんうんうん、まあ、そういうのがやっぱ出てきているし、まあ、それがウェーンの靴であるんじゃないかなとは思います、ね、なるほど。なんか結構海外のそういう、うん、まあ、たくさん作ってるメーカーさんとかでも、うん、底回りは男性がやって、うん、裁断、まあ、裁断はちょっと分からない、うん、クロージングというか、はいはい、やっぱ縫うのは、うん、結構女性がやってたりみたいなのって、ね、主流みたいですけど、そうですよね、うん、こうやっぱ出るんですかね。出るんじゃないかなと思いますね、女性ならではの、うん、そうか、そうなんですね。そう、じゃあ普段、小林さんがやられてるのは、はい、例えば接客する時の木型とか、はい、まあ、底付け、底回りがメインという感じ、はいはい、あとデザインですか。そうですね、デザイン引いて、で型紙アッパー製作があの職人さんがやってくださっているので、あ、型紙、あ、なるほどね。それもめちゃくちゃあると思います。そこはでかいですよね、もちろんでかいです、はい、うん、できるだけ僕の線を反映してくれるようにはしてるんですけど、どうしてもその型のなんていうかこう手癖みたいなのが出てくるし、うん、はいはい、でそれも僕は分かった上で線引いたりしてるので、え、すごい、あそこはこう素人が分かんない領域だな、うんうん、なるほどね。でもね、やっぱり線は小林さんが引かれてるわけです。そうですね、元々の線は、はい、まあ、そこもやっぱりね、あの女性の職人さんが縫ってるっていうだけじゃなくて、ね、小林さんが線引いてるっていうところももちろんあると思うんですけど、はい、MTO でこう持ち込みの素材いただいて、あ、そういうこともできるんですか。やってます、はい、革じゃなくて、名前どう忘れしちゃったんですけど、革をなんかこの革で作ってじゃなくて、はい、ナイロンのコーディラとか、コーディラっていうナイロン素材を持ち込んでくれて、はい、例えば まあ、これは一部に使われてますけど、そうですね、それ半布ですけど、はい、そういうのをもう全体を、はい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 、そのコーディラっていうナイロン素材でやってっていうことですね、はい、すごいな。で、それって擦り込みとか大丈夫、まあ、でも裏が革だからいけるっちゃいける、その辺もいろいろ裏張りとかいろいろ工夫しながらやってみたいな作りもありましたね、はい、まあ、その方もこう何件かにこう打診したんだけど、ちょっとうちではっていう話で最後うちにたどり着かれたっていう、はい、なるほど、受け皿になってるわけですね、うん、すごいな。いやー、これだってこれね、これちょっとごめんなさいね、個人的な好みの話で、はい、この線でさらにここあれですね、折り込んで縫ってらっしゃる、ね、そうですね、このサドルの部分も、はい、あ、それも、今ここで今座っているテーラーさんの別注のローファーで、はいはい、あ、そうなんですか。そうなんですよ、今ごめんなさい、モカの部分の素材、あれなんていうんですかね、そのパンツにも使われてる
素材 で合わせて、すごいあのパンツと合わせて履くと爽やかで素敵なんですけど、デザイン線とかも木型持ってって、はい、もうちょっとこの線こうしますかしますかみたいな話もしながら、まあ、ビスポークみたいな感じで作った MT を。サイドガンも比較的こう脱ぎ履き楽なタイプの、そうですね、あれですけど、やっぱご依頼としてはちょいちょいありますか？ちょいちょいあります、ね、ありそうですね、まあ、季節ちょっと限定されちゃうんで、はいはいはい、あの数としてはそんなに多くないですけど、うんうん、でもやっぱり一回その楽さを知っちゃうと、はい、もうこれいいじゃんってなるパターンは多いですね。そうですよね、もう一足二足って、うん、サイドゴはなりそうですね。そうですね、あとあの T ストラップ、T ストラップあるんですか？そうっす、あるっす。あ、いいですか、持ってきて、はい、あ、T ストラップあるんだ。そうなんですよ、それもブリヒトアッシュのミートさんと一緒に作ろうっていう話で。そうなんですか、はい、T ストラップ作って、でメンズでここまでこの線が華奢なの、はい、T ストラップってあんまないじゃないですか、うんうん、なんか海外の英国靴とかだと結構太い、ね、はい、太い、T ストラップありますけど、うんうん、あ、そうなんですよ、細い線だから尾状もバックルもちっちゃくて、はい、本当になんかレディースで靴使いそうな、メンズではもう使わないようなサイズのバックルが使われてたりも、ね、いやー、もうここ1センチとか9ミリとかになりますもんね、幅も。そうですね、そういうレベルですね。素敵、そうなんだ、あったんですね。あ、前時期なんですね、そして。 そっか、見ちゃうから、見えちゃうから、はい、それを一番最初にご紹介していただいた外バネのイルチアの、はい、まさにその色のボックスカーフで作って、はい、しかもライニングも中敷きも全部同じ革で作ったことがあって、それは、まあ、すごい贅沢な作りだなと思うんですけど、うん、めちゃくちゃかっこよかったですね。あ、そうですか、うん、履き込んでこう深みが増してブリフト足の磨きでさらにかっこよくなってなるほどね、うん、と9月に、はい、9月の14から163連休あるんですけど、はい、そこで、まあ、ちょっと金沢になっちゃうんですけど、はい、金沢のココンさんでオーダー会をさせてもらうことになったと、はい、いうことと、あと11月にちょっとまだ日程未定なんですが、はい、ブリフト足で久々のオーダー会、あ、そうです、はい、でそこに向けてちょっと新しいサンプルも作っていけたらなと思ってるんで。いや、なるほど、うん、秋葉原から徒歩もう5、6分ですよね。そうですね、5、6分でここに来れば、まあ、いつでも基本的にオーダーはできる。あ、そうです、だから、はい、予約制ではあるけれども。そうですね、はい、そうですね、予約制なんですけど、はい、これ僕この2月にここに引っ越してきて、はい、前4階だったんですけど、はい、今1階なんですよ、はい、で僕の住所のとこ見てもらって電気ついてたら、はい、ぜひこう勇気を出してきてほしいですねいや、なんかもったいないなと思ってせっかく1階にいるのに、うん、もう本当まさにさっき見ていただいたけどただの工房って感じで、まあ、まあ作業スペース、そうそう、作業スペースで、うんうん、でサンプル靴も4階に今テイラーさんのところ置いてもらっているので、はい、場合によってはお見せできない場合もあるんですけど、はい、ちょっと話してみたいとか話聞きたいっていう場合は、ね、ぜひちょっとお気軽に。そうですよね、はい、建物の部屋番号が101って書いてあるじゃないですか、うん、はい、でも101って表札とか特に出てない、出てないだから僕ちょっと今日どうやって来るんだろうって迷ったんですけどあれですね、道に面したところに扉があって、ありますね、でちょっとなんとなく内側の電気ついてるついてないは見えるんで、ついてたらコンコンってやってもいいってことですね。やってくださいちょっとびっくりしてるかもしれないけどでももうやってほしいなって思いながら、はい、引っ越してきたので。いや、そうですよね、はい、うん、駅からめちゃめちゃ近いんで、うん、立地すごくいいと思いますので、はい、まあ秋葉原周辺にいらっしゃった方もっていう感じですよね、はい、そうですね、はい、いやー、今日めちゃめちゃ面白い話聞きました。本当にありがとうございました。こちらこそです、ありがとうございます、はいはい、というわけで、ウェンの、はい、小林さんにお話を伺いました、はい、機会があったらぜひですね、神田周辺の、まあ秋葉原が一番近いですかね、うん、はい、足を運んでみていただけたらと思います、はい、します、はい、今日はありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございます、ありがとうございました、失礼します。